どうも、ケイスケです。今回冒頭で、まあ僕のね、いつもコーヒーの入れてるシーンというか、まあみたいなものを撮ってみました。で、本当にコーヒーにハマったのは、ここ、1、2年の話なんですけども、結構ね、やっぱりね、今までインスタントコーヒーとかしか飲んでなくて、で、インスタントコーヒーからね、まあちゃんとしたドリップコーヒーに変えてみたんですけども、全然味違うんですね、本当に。今、谷中コーヒーさんってところで豆を買ってるんですけども、こだわってね、豆とか、あと器具とかもね、揃えたりしています。ということで今回は僕のいつも使っているコーヒーの器具たち紹介しようと思って動画を回しています。すごく詳しいわけではないので、まあなんでこれ使ってるのっていうところを紹介しつつ、もしねなんかあればこっちの方がおすすめですよみたいなものがあればぜひコメント欄とかでも教えていただけると嬉しいなと思います。はい、早速やっていきましょう。で、どっから紹介するのがいいのかな。これ一応ね、僕の持ってるのはこんな感じです。全体的に、まあ、カップは違いますけどね、カップは違うけどこんな感じで。じゃあまず一つ目から紹介すると、ケトルからかな。ケトルあっち、こちらね、電子ケトルを使っています。こちらの電子ケトル、まあ、動画でも紹介してるんですけども、ビタントニオっていうメーカーのアクティっていう電子ケトルです。で、これ何がいいって、温度調節ができる電子ケトルなんですよ。コーヒーのね、入れるお湯の温度によってかなり味変わるんですね。100度とかだとグッと苦くなるし、逆に80度とか低くなっていくと、まあ、もっとね、味は薄くなるんですけども、その代わり酸味がね、グッと出て、まあ、今風のね、味わいになります。まあ、80度とかじゃ出ないので、86度とかかな、86、7度とかだとそういうね、楽しみ方もできるっていう感じで、温度によってもコーヒーのね、違いが分かるっていうのはすごく、なんだろう、面白い楽しみ方だなと思っています。なんか他にもいっぱい機能があって、まあちょっと詳細はね、動画見ていただければ嬉しいんですけども、バリスタモードって言って、このね、盤があるんですよ、ベースみたいな、これベースがあるんですけども、バリスタモードっていうのにしとくと、ドリップ中も一回一回ポットに戻すことによって温度をそのままに保ってくれる。例えば92度で沸かしたら92度のまま保ってくれると、そういう機能もついてますとか、あとはね、電源オンにしてちゃんと沸いた後もそのまま放置してとしても30分ぐらいはね、そのまま保温してくれてたりとか、なんかそこはね、すごく便利だなと思っています。ティファールのやつとかより全然いいと思います。てかこれ自体も結構早くて、確か100度、満タンを100度でも3分とかで沸けちゃうのかな、かなり早いです本当に。こちらおすすめの電子ケトルなので、ぜひチェックしてみてください。で、次はですね、ミルですね。ミルで、ミルはね、マストだと思ってます。結構そのコーヒーを豆から買ってきて自分で家で挽くのと、粉のまま買ってきて入れるのというのは結構味が違うような気がしてます。まあ、もちろんね、粉にしてからの時間が経てば経つほど、まあ、味が落ちてってしまうので、そういうね、期間みたいな問題もあるんですけども、やっぱりね、自宅で豆のまま買ってきて、で、自分でね、挽く方が美味しいなと僕は感じてます。で、ってことで、まあ、手引きのね、ミルを、見た目もいいし、このカリタのミルを買ってます。結構オーソドックスで安いものなので、で、もっとね、高いものを買えば豆の挽いた大きさが一定だとか、プロが挽いたような挽き心地になるとかね、結構いろいろあるんですけども、もうね、ほんとピンキリで、このカリタのミルがね、多分ね、あとでちょっと値段書いておくんですけど、多分ね、1000、2000、3000円とか、もう本当に低価格なんですけども、そういう高いミルになってくると、なんとね、3万とか、4万とか、どういうことっていう値段になるんですよ。さすがにね、そこまでちょっとまだお金を出す勇気がなくて、こちらのカリタのミルにしています。まあ、手引きのミルだからね、こうやってゴリゴリって引いてると、ここからね、コーヒーの香りがふわっと立ち上がってきて、まあ、心地いい気持ちになるので、まだ家で豆を引いたことないって方は、ぜひ買ってみてください。カリタのね、手引きミルです。はい、あとはね、はかりと、あとドリッパーと、これがフィルターか、あとあれだ、コーヒーのサーバー、コーヒーのサーバー、これ全部ハリオのものです。で、このね、ハリオの V60 シリーズっていうものを使ってるんだったかな。このね、ハリオの V60 シリーズっていうのが、まあ、低価格ながらプロも使ってるようなね、くらいの品質らしくて、僕も好んで使っています。ちょっと一個一個ご紹介すると、このね、ハリオのプラスチックのね、黒い測りか、デジタルスケールなんですけども、なんてことはね、もう普通の測りです。ここでね、重さを測って、こちらでタイマーもついてるので、まあ、ドリップする時間も測れるよみたいなアイテムです。若干重さを測った時に、物を乗っけてから2秒とか1秒2秒ぐらいラグがあるんですけど、まあまあそれぐらい慣れれば許容範囲かなと思ってます。まあ何よりね、軽くて安くてシンプルなので、ぜひチェックしてみてください。ハリオのデジタルスケールですね、 V60 デジタルスケールですね。
の上に、まあ、サーバーですね、サーバー、これももうなんてことないサーバーですよね。マイクロウェーブサーバーって書いてますね。まあ、普段僕一人でコーヒーを飲むときはカップにねそのまま注いじゃうこともあるんですけども、カップにねそのまま注いじゃうとどんぐらいお湯をついたかっていうのがあんまり分かんなかったりするんですよ。なんで味が薄くなったり濃くなったりとかたまにしちゃうので、こういうね一回サーバーでここにメーターが入ってるので、これを使ってちゃんとどのぐらいの量今出てるかなっていうのを測って入れるのが僕としてはおすすめです。 2,3 人で飲むときにはこれを使ってね、あとはねこうやってバーって入れていくのがベストだと思うんですけども、一人の時でもねこれはなるべく使うようにしています。01って書いてます。この01っていう数字が大きくなればなるほど容量も大きいサーバーになるのかなだと思います。まあぜひ持ってない方はチェックしてみてください。あとはですね、ドリッパーとフィルターですね。ドリッパーとフィルターで僕の持ってるのはこちらもねハリオのものです。ハリオのカパー、要するに銅のねドリッパーです。でなんで銅製のドリッパーを使ってるのって話なんですけども、前はね陶器のものを使ってたんですよ。こういう白い分厚いやつなんですけども、あれがね結構重いんですね。でまあ洗いにくいし重いしっていうことでちょっと軽いの欲しいなと思ってこのねカパーの銅のスケールに変更しました。でまあ正直味が大きく変わったかっていうと、僕はあんまりなんだろうそこまで詳しいわけじゃないというか、そこまで微妙な繊細な違いをね感じれる人は持ってないので、あんまり違いは正直わからないはわからないんですけども、まあでもこの銅の方がね熱伝導率がいいらしくて、コーヒーを注いだ時にね冷めずに最後まで注げるっていう風になってるみたいです。でねそれと一緒にまああのオンラインシリーズ、これも V60 シリーズなんですけども、フィルターも購入してます。でなんでハリオの V60 のドリッパーを使ってるかっていうと、このフィルターがね結構いろんなところで売ってるんですよ。ああ今日フィルター買い忘れたと思った時に Amazon とかで注文するならいいんですけども、それでも1日2日かかっちゃうじゃないですか。で近くのコーヒーショップ行って買おうと思っても、まあ、特殊なちょっとねドリッパーを使ってると、まあ、それ専用のフィルターがなかったりもするんですよね。まあちょっと他の使ったことないんですけども、でもねあのハリオの V60 はほぼね例えばカルディとかでも売ってるので、フィルター自体が手に入れやすいっていう特徴も持ってます。でなんか昔ね僕聞いたんですけども、これちょっと色がねベージュというか茶色というかみたいな色になってるじゃないですか。で真っ白のタイプもあるんですけども、真っ白のタイプはあんまり良くないっていう話を聞いたことがあります。なんかねその白いタイプって漂白をしてるんですって。だから漂白の香りがついちゃうのかちょっと僕もよくわからないんですけども、まあこっちのねあのちょっと色のついたタイプの方が味がすっきり出るよっていう形で教えてもらったので、それからはずっとこっちを使うようにしています。まあそんなね体に悪いとこはないとは思うんですけども、まあ本当に味が良くなるならと思ってこれも使っています。はい、ってな感じでね、まあ電子ケトルからこういうカリタのミルから、コーヒーのサーバー、ドリッパー、あとフィルターか、フィルターと、全部で 1,2,3,4,5,6 個か、6個ご紹介しました。でももちろんねこのミルとかはさっきも言ったんですけど伝統のものもあるんですね。まあね大きいコーヒーマシンを1個買っちゃえばまあすぐにコーヒーが出るじゃないかって話なんですけども、まあね、ちょっと一手間かけてこういうのをすると見た目もいいし、なんかねそのねコーヒー豆を挽いてる瞬間とかコーヒーを入れてる瞬間ってすごく心が穏やかになると思うんですよ。なんか僕はそんな感じがするので、毎日の朝のルーティーンとしてなるべくコーヒーをね自分で挽いて入れるようにしています。まあ確かにちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいんですけども、その一手間がね、まあ、自分のねストレス解消にもなってるかなと思ってるので、まあ、もしね今までインスタントコーヒーとかしか飲んだことないよ、まだ飲んだことないよって方がいらっしゃれば、ぜひね一回ちょっと飲んでほしいなとは思っています。僕も全然コーヒーにはまだまだ詳しくないので、いろんな豆を試しながら、それこそね、いろんな入れ方も試しながら、いろいろ自分の好きな味を模索していきたいなと思ってますので、なんかぜひねこういう入れ方面白かったよとか、この豆美味しかったよみたいなことがあればコメント欄にいただけると嬉しいです。ということでね今回はサクッとなんですけども、このね僕の使ってるコーヒー器具たちのご紹介でした。今回の動画がいいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。